にちは、大島です。それでは今回は、お金とは、ということについてお話しさせていただきたいと思います。皆さんですね、お金のルーツっていうのをご存知でしょうかっていう話なんですけども、そもそもお金ってただの紙であり、ただの紙幣なのにもかかわらず、なんでこう価値を帯びているのか、なんでそんな紙切れでお金が買えるのかっていう部分を、ちょっと今日はこれはですね、意外と知らない方が多いので、動画を撮っていきたいと思います。で、そもそもお金っていうのはもともとありませんでした。昔の時代ですね。昔の時代は要は山に住んでいる人、海、これ海ですけども山に住んでいると海に住んでいる人、今まではですね、昔の時代は、お金とかないので物々交換ですね。物々交換です。お金とかないんでね、まあじゃあこっちの人がお魚あげるから、こっちの人がお魚あげるから、こっちの人はじゃあ山なんでキノコですね。キノコをあげると、で魚とキノコを交換して、まあ、これで、成立してたわけです。で、次の時代ですね。昔ってあれですけども、まあ、ちょっと、経った時代ですね。中間の時代。中間の時代はどうなったかっていうと、まあ、これがですね、いちいち、あと、この魚、キノコ、まあ、腐ったりするし、まあ、キノコでは腐ったらカビ生えたりとかするし、まあ、いちいちですね、その持っていくのが面倒くさいと、まあ、大変ですよね。例えば魚だったら 10匹持っていくの大変だし、キノコだったらね、10個とか20個とか持っていくのが大変。そもそも魚1個に対してキノコを何個で取り替えるのかみたいなのも、まあ、ここでですねやるわけです。で、ちょっと経ってくるとですね、まあ、市場とかが出てきてくるわけですね。こう物々交換ですから、こう物々交換をする場所をやっぱりみんな作り始めます。で、まあここですね、市場があって、まあここにキノコだったり、まあ、魚だったり、あと肉だったりするわけですよ。で、ここでみんなで持ち寄って、まあ、ここで交換し始めるわけですね。で、ここで交換し始めると、まあ、どういうことが起きるかっていうと、まあ、ここではまあ平気だったんですけど、まあ、そのこういちいちこう運んでくるのがめんどくさいと。ここの人は、海、この人が海ですよね。この人が山、この人が、まあ、草原でだったとして、まあ、そこからいちいちこう全部頼りに持ってくるのが面倒くさいということになりました。で、あとは今回は持ってきてないけど、次回欲しいとかっていう契約、口約束だと難しかったりする部分があるんで、まずはですね、珍しい貝とか、いっぱい取れちゃったら意味ないんで、その交換券みたいなのをですね、こうあげるわけです。例えば魚を
お肉と取り替えたいと。でたまたまその時に持ってなかったとしたらこれを1個あげたりとかですね、例えばあとは助けてもらった、例えばこの人が怪我をしてこの市場で助けてもらってお詫びにじゃあ魚あげますっていう約束をした時に、じゃあその珍しい貝殻をこの人に例えば2個渡しておいて、これ1個分で魚1匹と取り替えるようにしますんで渡しておきますねとかっていうのが、まあ、できるわけですね。でそういうのでまず最初は貝とかから始まったんですね。貝、珍しい貝とかを、まあ、交換するようになりました。でこれをですね、いっぱいその辺に落ちてる貝だと、もうやっぱりね、そのいくらでも取り替えられるようになっちゃいますから、なのでこの珍しい貝ですね、何個かしかない貝が、個数限定なわけですね。個数限定の貝を取り替えたりしました。で、ただですね、これをみんなやるようになってくると、このね、個数限定の貝がなかなか取れない。個数、例えばこれが10個しかないとして、10人が使っちゃったらもう無理なわけですね。でもここの市場はどん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 こう増えていくわけです。人気が出て人が入ってきてですね、入ってくるので、ここ10個が足りなくなってくるわけですね。じゃあどうしようっていうことで、もっと個数があって、さらに綺麗なもので、さらにそのなかなか取れない、でもぼちぼちいっぱいあるみたいな、まあ、そこでですね、まあ、その金とか銀とか、銅とかっていうものが交換の対象になっていくっていうことですね。で、まあ現代、次ですね、現代の、そうですね、現代のちょっと前ですね、現代のちょっと前ですね、まあこの金銀銅を使うようになって、まあ、金が一番高いですよね。金が一番高い。で、次、銀。で、銅。あるわけですけども。まあ、この時にはですね、まあ、金と銅は、まあ、一回、そうですね、まあ、貨幣としては使われたんですけども、ちょっとややこしいので、まあ、金としておきましょう。最初はですね、金、要は交換する、要は価値、金と何かを取り替えられるようになったわけですね。でじゃあ金と例えば、魚を10個取り替えられるとしたら、金を10個渡しておけば、金を1個この人に持っていけば、魚10個取り替えてもらえる。この人がこの人に金を10個持っていけば、例えばお肉を2つ取り替えてもらえるみたいな、まあ、そういう原始的な感じだったわけですね。ただ、こうちょっとこう進化していくと、金も持ち運びも大変だし、あとは盗まれたりもするわけですよ。お家、この要はいっぱい量、要はいっぱい魚を取れてる人がいろんな人にこう売っていったら、その魚をいっぱい取れてる人ってもちろん金がいっぱいもらえるんで儲かるじゃないですか。魚がいっぱい取れてるんで、これは実力者ですよね。毎日100個取れる魚100個取れる人と、毎日10個しか取れない人いたら、まあ、もちろんこっちに買いに行きますし、この人の方が美味しい魚をいっぱい持ってたら、もちろんこの人に金をいっぱい持っていくわけですよね。まあその流れで、例えばこういう人がですね、金をいっぱい所有し始めるわけですね。金を、そうするとですね、こう悪いやつらが金をね、盗みに来るんですね。
で、まあ、こういうことが起きてくるわけです。あとはこの人が例えばその山の人にキノコを買いに行くときもここからいちいち金を持っていかなければいけないわけですね。まあ、例えばこの人お金持ってるから贅沢な暮らししてますよね。だからじゃあ今日は魚、普通の人は1個しか食べないけどうちはもう10個ぐらい買って一気に食べたいよとかなってくると、じゃあ金を2つ持って行ったりとか3つ持って行ったりとかするわけですね。ただでもすごい金も重いですから努力も必要ですし、まあその取られるリスクもあるということで、じゃあこの金をですね一時的にお預かりするところがあったらいいんじゃないっていうことで、今でいう銀行みたいなものができたわけです。今日はこのところは金をお預かりして、まあ厳重注意ですよね。もう誰にも盗まれないようにするわけです。でも金をこう保有しといて、例えばここの人がここに預けると、そうするとここの人が例えば金1個預かりましたよっていう券を発行してもらえるわけですね。金券を。そうするとこの人はその金、その券をもらって代わりに金を預けるわけです。そうすると守ってももらえるし、次回からこれを誰かに渡すだけでそれで取り替えてもらえるということです。ここまでは分かったでしょうかね。はい、なのでもともと今でいう銀行っていうところはその金を預けるところだったんですね。でその預かり証として金の券が発行される。なので一昔前の銀行っていうのはその金預かり証みたいなふうに書いてあるんですよ。この1枚は金何個分の価値に相当しますと、でこれを持ってきていただければ金何個と交換しますっていう券なんですよ、これ本当は。でこれを進化すると今の現代のですね紙幣っていうものに変わっていくわけです。はい、まあ、ここまでは、分かっていただけましたでしょうか。ではですね、この続きは、次回の動画でお話しさせていただきたいと思います。今日もありがとうございました。